次に成田義雄議員に質問を許します。成田義雄議員。私は職員数と業務を委託している事業数および委託料について一件通告しておきました。本市の職員には任用および勤務形態によっていろいろな職員がおり、これを体系的に区分すると、まず任期の定めのない職員、いわゆる正規職員と任期の定めがある職員に分けられます。任期の定めがある議員には、職員にはフルタイム勤務する職員と短時間勤務の職員がいます。その中で任期の定めがあるフルタイム勤務する職員には、市職員を定年等で退職し再任用された職員や特定任期付き職員、一般任期付き職員、職員の再任用に関する条例第4条による職員がおり、短時間勤務の職員には先に述べた市職員を定年などで退職し再任用された職員や任期付き職員、臨時職員、非常勤特別職の職員がいます。国は平成14年から平成18年度にかけて、地方にできることは地方にという理念のもと、国の関与を縮小し地方の権限責任を拡大して地方分権を一層推進するため、国庫補助や負担金を廃止および縮減、地方への税源移譲、地方交付税の見直しの3つを一体とした三位一体改革を実施しました。そのため本市の財政状況や少子高齢化の進展による人口減少などにより、持続可能で安定的な行財政基盤を構築するためには、事務的軽視である人権死の抑制を図っていくことが必要であると考え、平成18年2月、第1次職員の定員管理計画を策定しました。現在の第3次定員管理計画では、平成27年度から平成31年までの5年間で、平成26年4月1日の職員数988人を最終年度の平成31年4月1日には職員数を933人と55人削減する目標を設定しました。またこれまで計画で対象としていましたのは、任期の定めのない職員と再任用フルタイム職員だけでしたが、新たに任期付きフルタイム職員も加えた目標設定としました。本市の人口は本年2月1日現在122,620人で、平成7年の137,065人をピークに、特にまちづくりの担い手となる若い方々の人口の流出が続いており、最近では年間約1000人のペースで減少しています。また平成29年度から平成38年度までの10年間の計画である第7次総合計画では、平成30年の推計人口は113,253人としており、平成40年は107,158人、平成50年頃には
10万人を割り込むと予想しております。そこで、質問ですが、一般職での任期の定めのない職員数、および任期の定めのある職員のフルタイムの再任用職員や、特定任期付き職員、一般任期付き職員、条例4条による任期付き職員、それから任期付き短時間勤務職員の再任用職員や任期付き職員、臨時職員、非常勤特別職数をそれぞれ示してください。また、業務を委託している年間での事業数や委託料の総額、そしてそのような現状をどのように認識し、どのような対応をするか示してください。次に、観光や商工関連業務を担当する任期の定めのない職員や、その他先に述べた任期の定めのある職員の職員数をそれぞれ示してください。さらに、観光ビューローへの指定管理者としての業務を除き、委託している事業数および委託料の総額、またこれらは観光商工課が担当する業務のどのくらいの割合となるか、それぞれ示してください。最後に、これらの現状をどのように認識し、どのような対応をするかお尋ねし、壇上での質問を終わります。市長、はい、成田義雄議員のご質問にお答えをいたします。はじめに職員数についてであります。平成28年4月1日時点での職員数は、任期の定めのない職員が925名、フルタイムの再任用職員が27名、一般任期付き職員が1名、4条任期付き職員が13名、短時間勤務の再任用職員が8名、短時間勤務の任期付き職員が42名、臨時職員が132名、非常勤特別職が73名であります。なお、特定任期付き職員は任用していないところであります。次に、委託事業数と委託料総額についてであります。平成27年度決算では、一般会計、特別会計、水道事業会計合わせて委託事業数が1846件、委託料総額が81億6219万円であります。次に、現状の認識及び対応についてであります。厳しい財政状況の中で、行政運営の効率化を図るため、これまで民間事業者等に代替手段のあるものや、定型的な業務で委託により経費の削減が図られるもの、専門的知識や技術を要するものなどについて、事務事業の外部委託を推進してきたところであります。また、一時的または次元的な業務はじめ、専門的知識、技能を有する職員を活用することが、より効果的である業務については、定員管理計画を踏まえ、多様な任用形態の職員の活用を推進してきたところであります。今後もこのような考え方に基づいて、限られた行政資源の効果的、効率的な配分を図り、市民サービスの向上に努めてまいります。次に、観光・商工関連業務の職員数であります。平成28年4月1日時点の観光・商工関連業務の職員数は、任期の定めのない職員が38名、一般任期付き職員が1名、4条任期付き職員が1名、
短時間勤務の任期付き職員が3名、臨時職員が2名であります。なお、フルタイムの再任用職員、特定任期付き職員、短時間勤務の再任用職員、非常勤特別職は任用していないところであります。次に、会津若松観光ビューローへの業務委託実績についてであります。平成27年度決算額において、指定管理業務を除き、観光商工部が所管する第5巻労働費及び第7巻商工費並びに観光施設事業特別会計の総事業費は17億4758万円で、そのうちの委託料総額は4億2836万円であります。観光ビューローへの委託業務は4件で、委託料は5385万円であり、総事業費に対する割合は 3.1% となっております。次に、観光ビューローへの委託の現状の認識と対応についてであります。委託事業につきましては、市が直接事業を行う場合に比べ、効率的かつ高い効果が見込める事業を対象としているところであります。観光ビューローは、観光施設の指定管理業務などを含め、本市観光事業の推進において、大きな役割を果たしていると認識しており、今後も連携して事業を進めてまいります。以上でございます。成田義雄議員。今、答弁いただきましてね、職員数の数字を説明いただきました。これは平成28年の4月1日現在であるわけですが、これを合計しますとね、例えば任期の定めのない職員が、これが正規職員、これは925人、あるいはまたフルタイムとかですね、短時間、臨時職員なども含めた人数が218名で、それから218人の計1223名なんですよ、今現在、働いている方は。それで、その中においてね、特に目立つのが臨時職員、131人いるわけなんですよ、この中ですね。それで今、答弁ではね、要するに民間へどんどん委託する、これは大いにわしは結構だと思うんです。ただしね、わしは先の定例会でもちょっと指摘しておいたんですが、その委託状況というのはね、要するに特定の団体、それから特定の事業者、そういうふうに偏ってるんですね。ですから、不公平安蔵という指摘はしておきました。そこで、お尋ねしたいのがですね、このように1233名、臨時職員も含めて総合計でですよ、職員、あるいはまたですね、任期の定めのある職員の定数っていうんですかね、その人数はですね、何を基準として決定されているのか、示していただくとともに、その理由をですね、お尋ねしたいと思います。またですね、職員とか、それから任期の定めのある職員の役割は一体どういう役割を持っているのか。さらにですね、平成28年度の決算ベースでは、委託事業費が先ほど答弁ありましたように、1815件、委託料約76億円。さらに実行、この委託事業、委託料だけじゃなくてですね、そのほかにですね、補助賃とか助成賃とかですね、それから負担賃、そういう金額もあるわけなんですよ。ですから、職員数とですね、この委託事業の関係、もちろん今これからはですね、委託をどんどん進めていきたいという話は出ましたけれども、これはどういうふうな関係を持っておられるのか、またどのような考えを持っておられて進めていこうとされるのかですね、お尋ねしたいと思います。これで3つ目ですね。それから、またですね、職員定数条例第2条ではですね、市長の補助職員として820名、それから自害事務局の職員13名とかですね、各部局ごとに定数を定めております。この定数を計算してますと、1076人となっているんですけどもね、これはどういう、これは現状とどういうふうに合致しているかですね、それも説明いただきたいと思うんですよ。それから、
任地の定めのない職員や任地の定めのある職員を含めて適正な職員数は何人と考えておられるのか、またですね、その理由を示していただきたいと思います。総務長。5点質問をいただきましたので、順次お答えを申し上げたいと思います。職員の人数何を基準に定めているのかということでございますが、これは私ども毎年各部に対しまして来年度の事業の見込みでありましたり、どれだけの職員の必要性があるのかといったことをヒアリングしてございます。それと退職者、これの数を把握いたしまして、そういった差引きの中で職員の採用数を決めているといったことでございます。それから職員の役割分担ということのお正しでございます。まず任期の定めのない職員が担うべきものでございますけれども、企画立案業務でありましたり、管理監督業務でありましたり、政策判断を要する業務など貢献力行使の度合いであったり、業務の困難度、姿勢全般への影響が多いと、こういった業務につきましては任期の定めのない職員の果たすべき主な役割でございます。それから再任用職員でございますが、その職員が培った経験ですとか知識等が活かせる業務ということで、その中の指導調整業務、そしてまた当然ながら恒常的業務といったものになってございます。それから一般任期付き職員でございますが、これは専門的な知識経験、特に公務外においての経験などを通じて得られる知識経験を必要とする業務と、こういったところに一般任期付き職員を任用してございます。それから4条任期付き職員および短時間勤務の任期職員でございますが、これにつきましては一定の期間内に終了することが見込まれる業務でありますとか、一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務、さらにはサービス提供時間ですとかサービスの体制の拡充をしたといった場合、その維持を図るための業務、こういったところに用いてございます。それから臨時職員につきましては、季節的な繁忙事務、それから産前産後休暇、あるいは病気休暇、さらには中途退職者、こういった場合職員が欠ける場合がございますが、そういった急遽職員が欠けた場合に対応ということがございます。それから非常勤特別職につきましては、一定程度の専門性でありますとか学識経験を必要とする業務、こういったところに採用しているところでございます。それから委託料と職員数の関係の考え方でございます。市長の方から最初に委託の数と金額ということをお答え申し上げました。多分議員の思いとしては委託料も多い、職員も一定数おるというお考え方かと思いますが、実はこの今ほど市長からお答え申し上げた委託の数と委託料でございますが、例えば私ども内部事務を管理している総務課におきましても、実は機械警備ですとか警備業務ですとか、あと例えば電気設備だとか冷暖房設備の維持管理保守管理業務だとかということで、60近い業務で金額も6000万円を超えているといったようなところでございます。でさらに金額で申し上げますと、例えば器具の維持、補修管器具の点検関係ですと一見1000円程度のような業務から、さらには文化施設の運営管理ですと億を超えるようなものもございます。で数につきましても契約の相手方に契約数をカウントすることですことから、道路の除雪業務ですとか予防接種、これはそれだけでそれぞれ100を超えてございます。
そういったことでこの委託業務全体の数、全体の金額をもって、その職員数との関係について、適否についてこう議論するというのはなかなか難しいのかなと思います。ただいずれにいたしましても、この委託につきましても多様な任用形態につきましても限られた行政資源でございます。限られた行政資源というのは、人員ですとか財源ですとか、そういったものをいかに効果的、効率的に用いていくかという観点からやってございます。いずれにいたしましても委託業務につきましては今後とも適正な業務執行をしてまいりたいというふうに考えてございます。それから定数条例との関係でございます。今度議論から1076人というお話、定数条例で定まっている職員合計ございました。これはフルタイム職員について定数条例内で採用し任用しなければいけないということでございます。で現在この定数フルタイムの職員につきましては966人でございますので、この1076のうち2ということでなってございます。それから適正な職員は何人かということでございますが、前段申し上げた採用の考え方が基本となりますが、やはり我々が考えなければいけないのは、この人口減少社会という現実の中で、抑制基調の定員管理によりまして、内部管理経費である人件費というものは削減に努めていかなければならないという観点から取り組んでいく必要があるということでございます。成田義雄議員。今総務部長言われた通りね、本音はあれなんですよ。委託料が多い、事業ですね、委託事業。確かに今総務部長が言われたようなね、それ補修管理とかさ、これはある面では、これはある面では理解できます。そういうことを言ってるんじゃない。わしは事業なんですよ。事業が多ければ、職員がやる事業が多ければ、それを委託する、職員の職務の、事業をね、いろんな事業ありますね、それを、民間の方に委託する、これは大いに結構なんです。そうすると必然的に職員の仕事はなくなるでしょう、ね、その他に私先ほど言いました負担賃もある、助成賃もある、いろんな、ね、これもですね、全部事業なんですよ。事業に負担金を出したり補助金を出したりしてるわけ。これはこれでバスはいいんですよ、別に。だったらば、この委託、事業関係と職員の関係というのは、それだけ多く出すならば、必然的に職員の数は少なくなるでしょう。さらにですね、先ほど言いました、任地の定めのある職員。このものですね、なぜこんなに任期の定めのある職員が298名なんです。なんでこれがこんなに多くなるんですか。ですから、委託はどんどんやっています。しかし、この任期の定めのある職員、さらに正職員も、正職員は減らしてますけれども、今度はどんどん多くなって、任期の定めのない、ある認知の定めのある職員ですね、は増えてくる。これ、おかしいと思いませんか。それから、先ほど、数点をね、お尋ねします。それから、先ほど部長はですね、委託事業をですね、適正な委託事業を してまいります。適正な委託事業を持ってはどういうことなんですか。事業を委託していきますというのは。これもお尋ねしたいと思いますよ。ですから、適正な職員数は何名だと。あなた方は持ってないじゃないですか。なぜ持ってないんですか。何を基準として私らは多いか少ないか判断するんですか。職員皆さんは。それについてもお尋ねしたいと思いますよ。市長。今のお正しいに総務部長、多分答えてくれると思いますが、役所のお金の使い方について、実は私も民間の人間ですので、いろいろ考えてきました。その中で、仕入れというものが ほとんどない、ほとんど人件費の塊です。で、その人件費を役所でやるべきか、それとも、ここにいろいろ、今、先ほど全部で8種類ですか、8種類の。その職員がいるわけでありますが、
その職員でそれぞれ分けてやっています。でそのやり方については公権力の行使等の、その内容に応じてそれぞれが担っているということはお答えさせていただいたと思いますが、基本的にその、すべて出ていくものについてはその民間の感覚だけでですね、金額が多い少ないという物差しはあまり当てはまらないのかなと私自身中にいて思うようになってまいりました。ただ多いか少ないかの議論はどんどんこの議場でやっていただいてもいいんですが、ただお金が必要なこととそれから人が必要なことって必ずありまして、お金を使うためには仕入れがなければ人がいなければできません。もう一遍申し上げますと、何か仕事をしてもらうのに一定時間仕事をしてもらうのに例えば掃除をしてもらうとほうきを買います。そのぐらいはいいです。掃除の石鹸買います、それはいいですが、結局それはほとんど人件費で出てくるわけですよ。ですからこのお金そのものはですね、紙を仕入れましたとか何々を入れてそのまた販売するという業務ではないので、その一点だけは成田議員と噛み合わなくなるような気がしますので、私の立場から申し上げさせていただきました。ぜひご理解いただきたいと思います。総務長、3点ご質問をいただきました。まず、委託事業が多いのに職員数は減らないんではないかと、それから人気のある定めのある職員が多いのはなぜかとというのはまず1点目のご質問でございます。で今ほど秘書から飛びありましたとおり、私は市役所の仕事というものはマンパワーによってなされるものだというふうに考えてございます。マンパワーといいますのは職員が直接やるもの、さらには民間事業者の方にお願いしてやるものというものでございます。その中で行政資源というものは限りございます。それをいかに有効に活用するかという観点から、まず先ほど秘書から答弁ありましたとおり、委託につきましては民間事業者に代替手段のあるものであるとか、定型的な業務で委託により経費の削減が図られるものであるとか、専門的知識や技術を要するものなど、こういったものについて外部委託というのをこれまで活用してきたところでございます。今後も必要だと考えております。それからもう一つ、市に残った仕事、これにつきましても全て任期の定めのない職員がやる方がいいのか、それとも多様な任用形態を活用しましてこの行政支援の効果的効率的な用い方をした方がいいのかという観点でやっているところでございます。それから適正な委託事業とは何かというおただしでございますが、これは職員仕事を委託したとき、委託して終わりではございません。我々は重い役割を持っております。その委託業務が目的に沿ってなされる、適切に委託業務がなされるといったことが必要でございますので、必要に応じて、協議、委託受託業者と協議相談をする、必要に応じて指示をする。で最終的には、委託の目的に沿った履行がなされているのかどうかということを確認すると、こういったことが職員の役割でございます。それから最後に、適正な職員数は今何名だということでございますが、現在の職員数が適正だというふうに考えてございます。成田由紀夫議員。今先ほどですね、職員数は何名するかって言いまして、答弁はね、各部局のについていろんな要望関係を受け付けて、それで人数を決めんだ、それから、臨時職員と、要するに任期の定めのある職員についてもね、そのような答弁ですよ。こんなので何もですね、基準がなくてですね、そのようにどん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 採用していくんですか。こういう仕事をやっておられるんですか、人事管理、定数管理というのは。それをまずお尋ねしたいと思いますよ。それからね、総務省で発表してますよね、適正な定員管理、これ、なかなか難しいからですね、じゃあどうして数値的に発表するか、作っても各自治体にですね、
参考にしてもらうか、これ知っておられると思うんですよ。例えば3つの、これはですね、平成25年3月、総務省の地方公共団体定員管理研究会が発表しています。これ、なかなかいい参考になるんですよ。例えば先ほどのね、例えばこれ気軽に定数というのは難しいんです、言われる通り。会津若松市では適正な定数は何枚かと、なかなか難しい。面積もあるしね、それからあなた方はよく類似団体と言いますけれども、土地の面積、要するに市位置ですね、この面積も違いますし、それから産業構造も違うんですよ、地盤整備どうなっていくか、事業所はどれだけあるか、なかなか難しいんですよ。それはあなた方はよく出すのが、類似団体がこうだからと、定数、今までの要するに定員管理計画ですか、この中も類似団体を基本としている。類似団体というのはある程度は理解参考になりますけどね、実態は違うでしょう、各自治体が違うんですから。だからそういう点をよく考えていただいてですね、なお、それごとにですね、例えば各部門ですね、部門の精緻な職員数の分析は可能であるんですよ。これは要するにどういうことをやっているかというと、定員モデル、総務省、平成25年3月、総務省の地方公共団体定員管理研究会が発表してますから、人を参考にしてですね、なさってみたらいかがですか。そうすると必然的にある程度出てくるんじゃないですか。ただ各部局からの要望だけじゃなくて、やはりね、しっかりとした定数ってものをね、やはり基準ってものを持ってから、多少間違ってもいいですよ、持ってなければですね、何にも進まないでしょう、ね、それからそういう点をね、よく考えていただきたいと思いますよ。その点いかがですか。はい、市長。はい、議員の音出し、もっともだと思います。ただ、この議場で、毎回、一般質問等で、さまざまな新しい事業をですね、行政対応として議論をしていただいてます。まあ、なかなか予算もつかずにできません。しかし、その予算というのは、ほとんど先ほど申し上げたように、マンパワーにかかる予算ということになります。まあ、そういう意味で、行政として、どういうふうに効率よくやるかということで、ちょっと一例だけ申し上げさせていただきますと、非常勤特別職という立場があります。毎月18万以内の給与が支払われる方でありますけれども、全部で16件、現在、職種があるようでございます。まあ、納税課の納税推進員、環境の生活課、消費生活相談員、地域福祉課の支援相談員の方、まあ、ずっといきますと、福祉関係も3分の1以上ありますけれども、それぞれ事業として、皆様方から、まあ、議員の皆さん、そして市民の皆さんのためにすべき事業を、正規の職員で、先ほど申し上げた、任期の定めのない職員ではなくて、ただいま申し上げた待遇の、非常勤特別職を当てているというのは、先ほど総務部長が申し上げた、その限りある資源を効率よく使うという考え方にのっとってやらせていただいているわけでありますので、この人が多いというんであれば、すべてその誰がやるのかという議論はちょっとかみ合わないので申し上げませんが、ただ、仕事があるという事実だけはぜひ認識していただいた上で、どういうレベルの、さっきも申し上げました貢献力行使という内容で、ですね、どれが任期のない、任期の定めのない職員が行い、まあ、フルタイムの再任用職員が行いということを、まあ、人事の中で、そして各部の中で、考えて、その配置をしているということになっているということも、ぜひご理解いただきたいと思います。総務長。2点ご質問いただきました。まず1点目の基準がないと、的確な管理ができないんでないかというご指摘ですが、誠にごもっともだと思います。先ほどご紹介いただきましたけれども、平成27年に第3次の定員管理計画を策定させていただきまして、これに基づいて現在は定員管理を進めているところでございます。で、これまでの定員管理計画でございますが、合併前と合併後ということで比較させていただきますと、フルタイム職員、
合併前は、合併当時ですね、平成17年11月当時、1147名でございました。それが平成28年の4月1日現在で966名でございます。削減数は181名で、削減率は 15.8% となってきたところでございます。これがこれまでの転移管理計画での取り組みということになります。それからもう一つ、総務省ですの研究会でありますとか、類似団体の例ですとか、そういったものを研究してはどうかということでございます。これもごもっともなことと思います。その場合、やはり課題でありますのは面積のでありましたり、産業構造でありましたり、さらには歴史的背景といったこともございます。さらには広域行政との関係、一部事務や一部事務組合でどういった業務をやっているか、それからどういった施設があるのか、さらには今回ご議論いただいています委託の関係もあります。したがいまして、なかなかこの食品数というものは他の団体との比較でありますとか、何かの研究、この数字的な積み上げ、これ非常に難しいところでございます。そういったことはご理解いただきたいなというふうに思います。成田義雄議員、5回目です。市長、市長はね、あなたいいことばっかり言ってるよ。私は非常勤特別職がね、悪いなって言ってませんよ。臨時職員とかそういう点を言ってるんですよ。確かに今、非常勤特別職というのは当然ですよ。これは必要だと思ってますよ、私。全体的なこと言ってるんですよ。間違わないでくださいよ。だからそれに対して、任期の定めのある職員が298名、果たして必要かってことを言ってるんですよ。それから、もう一つは、任期の正規職員、これは925名。それからね、総務長ね、あなたはこれ、合併から、合併って何のためやったの？当然あなたのその第一定員管理でしたっけか、それでこれだけ減りましたっていうのは、当然でしょう。だから、あなた方が言ってるこの定員管理計画が私は妥当ではないと思ってますよ。だから、適正な基準っていうのはどういうふうに持っていくか、将来はこういうふうに持っていきたいと言えば、ある程度理解できるんですよ。だからそういう点をね、やはりただ単に、各部長から要請があったから、採用済んだ、その手やるんだと、なんすか、職員を採用済んだとか、それから、臨時職員等なんかもね、採用済んだとか、そんなこと、バカなことやってられないですよ。恥ずかしいですよ、これ。だから、そういう点で、一つですね、いろんなモデルあります。一つは定員モデル、先ほど言いました、地方公共団体、定員管理研究会が発表しているのは、3つの方法なんですよ。定員管理、それから定員配置指標、それから類似団体別職員数とか、いろんなやり方があるんです。そういう点を勉強して、やはり基準値を作って、そして将来はこういうふうにしていくんだという方向性を出していくべきじゃないですか。と関連して、委託がどん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 、私、委託が悪いって言ってるわけじゃありませんから、委託は民間に出すのは大いに結構です。それだけ事業がどんどん民間に出すならば、職員の職務の内容も仕事量も減ってくるでしょうって言ってるんですよ。その他に負担賃、補助賃、いろんなあるでしょうが。だからそれを言ってるんです。そういう点をどういうふうに考えておられるか、最後になりますから、一つ答弁いただきたい。市長。はい。今、いわゆる基準になる3つの物差しがあるという議論があるということもお聞きしました。間違いなく一つの物差しだと思いますけれども、類似団体と言いながらですね、それぞれの自治体、取り組み具合が違っていたりします。例えば観光分野の非常に小さな自治体もあります。例えば首都圏のベッドタウンであまり工場のないところであれば、商工課もさほど人員はいらないでしょうし、ですから一概にですね、そのやっぱり目的があって我々は組織を作って人を動かす。でその際にどういう形態で人をに動いていただけるかということを考えながらやっているということもぜひ申し上げているだけでございますので、ご理解をいただきたいと思います。でなおかつ先ほど各部から上がってきたものを基準に上がってきた人数をと申し上げましたが、それがすべて丸呑みしているわけではございません。
ほとんど要求通り行ってないのが現実であります。ご承知のように先ほど、議員も計算された通りですね、966名までいわゆるフルタイムの職員の方が減っている中でですね、要求通り入れていればもっと人は増えているというふうに我々思いますので、その点もぜひその町によって取り組むべき内容が違うのでもう少し違う物差しも必要だろうし、例えば町村で言えば除雪は職員が直接やるところもあるそうです。ただ我々の場合は800キロ近い路線、それから歩道も100キロ以上の路線がある、それも委託をするというその違いもあります。ですから外から見た簡単な物差しだけで考えられるかどうかはぜひ研究そして検討いただければと思います。ここで暫時休憩いたします。再開を16時10分といたします。